2022番 F1 サーカス241から243枠目。あら、なんか小指が小さくなっちゃった。これどうするの？おはようございます。今日は刺さりますよね。これでいいかな。もうちょい小さい。はい、おはようございます。黒金さん、四個目さん、ヨシベさん、コーフィーさん、スズさん、アラン・プローストさん、10個目さん、ノーコン・キッドさん、おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。ローさん、ディグザさん、ありがとうございます。ラコジュニア、ミオケンさん、おはようございます。ラコツ、15個目さん、おはようございます。ローさん、ありがとうございます。さあ、今日からあ、もう先週からね、7年目に突入、7年目の開幕戦から 連勝中しているジュニア、15個目さん、16個目さまようです。Welcome, Lux Jr. おはようございます。10万石さん、おはようございます。現在、Lux Jr. の成績は29 points, lucky number 1. あと9シーズンチャレンジできる。ワコツンです。はい、ラウンド No. 5 in Canada!アガトタイムさん、おはようございます。ヨシベさん、ありがとうございます。キャナダといえば、ラブレターのね、本場。さあ、モントリオール、ディスタンス 4.390km、 ラップ7、ウェザーファイン。まあ顔は怖いというか、あの男のね、勝負師の顔、セッティング、デッテレテン、タイヤシーソース、オッケー。あと9シーズン、もちろん9シーズンチャレンジできる。もうジュニアをクビにするチームなんていませんからね。ジュニアがゴーゴーゴー。今日の最高気温は40度超えます。ジュニアの暑さで世界中が溶けるでしょう。くねくねコース、モントリオール、クビにしないで1年耐えますもんね。いや、はい、まあ、ワールドチャンピオン確実に取ってくれますからね。ワコツインワコツ、チームに莫大な利益をもたらします。はい、おはようございます。 F1 サーカスイさあ、カナダグランプリ、今週の記録は21秒でした。やったぜ、20秒超え。しかしね、2分超えないとウルトラソウルになれない。水泳選手は3分間止められるって言いますからね。そうですね、絶好調ですね、今シーズンね。今シーズンね、どうもビッグモーター社長です。今それどころじゃないんです。でも私は悪くないんでね、ジュニア応援しに来ました。あ、そうなんですか。はい、私は全く悪くありません。社員が悪いです。あー、もう該当社員はみんなクビにしましたから、安心してください。ジュニア、今日も雑草からしてます。ジュニア、はい、おはようございます。 F1 サーカスインキャナダ。サーキット周辺の芝生が枯れていますね。サーキット、はい、京子の旦那さん、おはようです。37秒、 OK、 ゴー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 、ジュニア、ゴー。あの除草剤、海外では使用禁止になるほど強い成分だとか。ああ、そうなんだ、そんなにの。ヘイジュニア、グッドモーニング。ヘイジュニア、グッドモーニング。はい、おはようございます。グッドモーニング。F1 サーカス in Canada。Canada。Canada。その除草剤を。あ、ちょっと待って、右からね。ゴーゴー、いや、あれは雑草除去しようとしてたまたまだから。ゴー、キャナダ、ゴー
GO!レッドコーナー、レッドコーナーの後はすぐにライトが来る。もう一周してラブレターフロンキャナダ、私はジュニアを愛してる、キャナダはジュニアを愛してる、キャナダはジュニアを愛してる。さあもうキャナダで大ヒット、ラブレターフロムラックスジュニア。ビッグモーターさんありがとう。ビッグモーターさん、除草剤のメーカーの株価が上がった。ゴー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 。ラウンドアップさんもにっこり。ナンバーワン、サンジさんです。あ、大谷選手ね、今日もやりましたね。ショータイム、イエスショータイム。赤田大門さん、ゲストさんがありますか。しなおエンゼルスは負けている。エンゼルスショータイム。ブルーさんかけてた。さあプラクティス予選。ビッグモーターの質問ポイントが毎日謝罪文が増えてますね。こんにちも、名古屋だったんですか。今日も名古屋でしたね。ゴーゴーゴー、チャイズニャーナンバーワン。逆の車のタイヤを自然にパンクさせる講習動画はさすがにひでよえ。よいね、本当にパンクしてないの、パンクして、パンクして修理代金どうするの。じゃあパンクもしてましたって言って修理代金取ってたのかね。ひどいね、ちょっとね。え、パンクしてたみたいな。いや、パンクしてたんですよ。もうすぐ空気抜ける寸前でしたよ、みたいな。おはようございます。ささみさん、おはようございます。あ、あなたは、笹岡監督ですか。どうも、笹岡です。ロギ君、なんか、2ヶ月間、出場停止になっちゃったらしいですけど、ちょっとね、痛めちゃったんでね、ロギ君、ちょっと体弱いですね。もっとジュニアみたいに体を作らないと。すいません、2ヶ月間、ちょっとリハビリしてね、いい体作ってきます。その間、F1、見てます。はい、ありがとうございました。ロギ君でした。大谷さんもね、そう、昨日完封してた。あなた大谷さん、どうも翔平です。翔平さん、今そんな時間帯やる、どうも。ちょうど今試合が終わったんでね、ちょうどキャナダなんでちょうど見に来ました。ああそうですか、ちょうど今キャナダで試合やってるんですよ。ああそうなんですか、翔平さんと。あなたじゃあエンゼルスの隣はお友達。はい、どうもエンゼルスの同僚です、マイク・トラウトです。あ、どうもトラウトさん、どうもトラウトさん、日本語お上手ですね。はい、大谷さんに、教えてもらいました。どうも。他の選手は来てませんか。他の選手はまだ来てないんです。はい、ねえ、すごいすごい。大谷さん、あ、大谷さん、なんか昨日途中で交代しましたけど大丈夫ですか。あ、大丈夫、ちょっと痺れただけです。あ、そうですか。ゴーゴーゴー、鍛えてますからね。はい、ローキーにもね、言っておきましたよ。ちょっと鍛えないとメジャーでは投げられないぞと。中1週間空けて、中1週間空けてあんなに怪我いっぱいしてたんじゃね、メジャーに来るなよと言ってましたね。ちゃんと体作ってからメジャーに来いとローキーに言ってました。あ、そうですか、さすが翔平さんですね。はい、とか言ってる間にジュニアの、セカンドローですかね、セカンドロー。相変わらずの良い、まあ、安定してますよね。ベネトンだとセカンドローデが一番いいでしょう。安定してる。いやいやいや、本物ですか、翔平さん。もちろん、ショータイム。はい、ありがとうございました。本物の翔平さんでした。さあ、ヘイ、ジュニア、インタビューオッケー、オッケー。ワイカちゃん、はい、インタビューします。Hey Junior, interview OK? Proposed at the Benetton Enterprise Table. Canada as a member, Roberta to my Apple. Oh, yes, sir. OK, Kabuto. OK. Helm, Henriette. OK, Power. Shohei, good guy. Nice guy. Helmet. OK, Kabuto. OK. Oh, Kabuto. Oh, Japanese Kabuto. OK, Japanese helmet. OK, Power. For a Junior helmet. No.Oh, helmet, Junior, double helmet? No, double helmet. Wow, Puya. Waika-chan, double helmet? No. Waika-chan, hair, okay, very, very, let's see. Yep, no adrenaline. Okay. Double helmet,
はい、ケンさんがあれです。はい、ジュニアね、今、大谷翔平さんが見に来てるぞと言ってますね。あ、翔平と会ったんだよと。そしてね、今使ってカブトをね、プレゼントされたんでね、これを着てね、レースしてくれっていうこと、かだけど、まあ、カブトはヘルメットとして使えないんでね、残念だけど、僕は家に飾っとくよと言ってね。まあ、で、私はジュニアでちょっとね、ジュニアはヘルメットの上にヘルメットかぶったらダブルヘルメットになるんじゃないかと。なんだよ、俺は髪あるぞ、髪ふさふさだよと。ワイカちゃんこそ、ダブルヘルメットじゃないのかと言われたんで。いやいや、僕はもうちゃんと髪あるし、ね、アデランスもリアップもしてないと言ってました。はい。Thank you very much。醜い争い、わら。さあ、行きましょう。カナダグランプリ、全く内容のないインタビューでした。さあ今ガーン、さあいいスタート、いいスタート、マクラーレンに負けないいいスタートでしたが、マクラーレンの方がで、ウィリアムズが、さあ去年のチームウィリアムズがリーブ21、今ユーグレナじゃなくてなんだっけ、今なんかヒヨコニューモかね、今よく見るのニューモですよね、なんかヒヨコの除草剤、ヒヨコの除草剤じゃないヒヨコの育毛剤ね。さあフェラーリ抜いた、おっとフェラーリ OK。 さあ前のウィリアムズが、さあクリーンオーバーテイクなるのか、クリーンオーバーテイク、ジュニアのクリーンオーバーテイクを見せどころ、ジュニア本当にクリーンですからね、ジュニアの抜き方本当見本通りですよね。さあ4番手、予選と順位は変わっていません、予選と順位変わってない OK。 1周目のは予選順位通り、さあどこで抜くのか、ジュニア、どこで抜くの、抜こう、はい、追いかけてみましょう、27歳ウェル、はい、あれです、35歳の男性の方、ジュニアここから逆転、おっとフェラーリが来たか、おっとフェラーリ、あフェラーリ同士が激突、フェラーリ同士が激突、今ねフェラーリ同士がちょっとチームメイト兼大契約ですね、ちょっとね、はい、プロストとマンちゃんがやってしまったか。さあ37秒、ラックスさんは OK、X、ジュニアはね、昔旧型 XBOX 持ってますね、 X って言ってましたね、 Yes。 アンチスレではジュニア絡んでなかったか、41歳の男性の方、ジュニアさすがクリーンオーバーテイク、早くクリーンオーバーテイク見せてくれ、はい、あれです、10歳の手術中の少年、僕は、手術してます、はい、あれです、15歳の中学生から、さあ早くジュニア抜いて、抜くところを見せて、はい、あれです、27歳より私はジュニアで抜いてる、はい、あれです、それからさあいろんな方からのワイファクス届いております、わらわら、あーっとっとっと、右に折るの失敗した、あーっとこれ、あー抜かれた、あーっと、何のアピール、わら、ジュニアちょっと逆、あそこちょっとミスっただけで、あーっとこれはこれいきませんね、ジュニアね、大ハプニング、フェラーリ許すマジ、さあチームメイト抜いて、チームメイト2台ごぼう抜き、 You are teammates、 さあピット入らない、残り3周、無線、順位を戻せ、ノーチームオーダー、イエス、ジュニア、ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、あーっと、さあチームメイト抜いて、ノーバース、さあ残り2周持つのか、2周ポイントまで、ポイント取りときたい、ノノ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 、ぶつけたフェラーリ許さないでいきます、絶対にベネトのオーナーが怒ってる、我々をフェラーリを許すことはないだろうと、ノノノ、あなた佐々木ロッキー君、どうもロッキーです、佐々岡監督と見てます、どうも佐々岡監督、 WBC やりませんか、僕はやりませんよ、声もかかりません、はい、ありがとうございました。さあ笹岡慎二監督も、さあ残り1周で、いやーあれは痛かったか、抜
結構もっとね、黄色でもね、4週ぐらい持った、3週間4週持ちましたね。これがジュニアだ、タイヤに優しい、これがスーパードライビング。タイヤに優しいドライビングを徹底している、これがジュニア。あー今ゴールゴール、あー何やってくれてんだお前、うわー周回遅れの恐怖、最悪だ。どうも、あ、榎本です、主人公見てます、うわーノーポイント、ジュニア初めてのノーポイント、今年初めてのノーポイント、何が頑張ったんじゃねえよ、ほらほら攻めてるだろう。ジュニアトップキープですが、ワンちゃんと差が7ポイント差になりました。さあベルガー、今シーズン不調だったマクラーレン勢がワンツーで、ベルガーセナがポイント上位に来ました。やはり来たか。そしてワンちゃんプロストのフェラーリ勢、さあジュニア追撃体制が整ったのか。さあ次はランドナンバーズ X、 メキシコ、メキシコシティ、ディスタンス 4.413 キロ、ラップ7、ウェザーファイン。いやーちょっとジュニアこれは痛いですね。ノンポイントもしかするとね。はい、137個目さん、6個目さんがドッジポイント、まだまだ負け初めて負けましたからね。ここでポイントを取れば飛び石ポイント。ラックスタコス絶賛発売中だよ、ラックスタコス発売中。さあジュニア得意のメキシコシティ、ラックスタコスの聖地、聖地ラックスタコスの聖地でジュニアが吠える。飛び石ポイントやはりねあるでしょうね。まゆみやさん、ジュニア選手カナダは最後の最後で周回遅れ絡みで痛恨のノーポイントに終わってしまいました。そうですね、追撃できていただけにね、ちょっと痛いですよね。まあ7位で終わった可能性もありますけれども、まあちょっとねノーポイントは痛かったですね。1ポイントでも取りたかったけど、まあそもそもの始まりがジュニアのねコースミスですからね。誰のせいでもなく、結局ああいう形になったのはジュニアが、右に寄ってないといけないところを左に寄っていた、コースを覚えてなかったってことですからね。コースを忘れていたんで、それはもう自業自得だったんでね。もうジュニアはこれは大いにね、反省していると言ってましたね。ちょっと僕のミスだとね、フェラーリを攻めるべきじゃないと。オーナーはねフェラーリをちょっと後ろから追突したフェラーリを訴えると言ってましたけどね。ジュニアがそれに対してね、いやいやそもそもの原因は俺が悪いんだと、俺が右に寄るべきところを左に寄っていたために、スピンして後ろからフェラーリに、かまほられただけなんだと、だからフェラーリは悪くないんだと、俺が悪いんだということでね。おお、それに対して世間の皆さんが、おすごいぞジュニア、ね、ビッグモーターの社長とは全然違うなと、人のせいにしないでもうまず自分のせいだと言ってる、これはジュニアさすがだなと、器が大きいなと、器が広いわと、ビッグモーターの社長にこのジュニアのケツの毛でも食べさせてあげたいと言ってましたね。非常にジュニアのケツ穴の広さが、わかりましたね、非常にね。はい、おはようございます。 F1 グランプリ in メヒコ92とかに比べるとコースが簡単な割に巻き返しが厳しいんですね。そうですね、コースは本当に92とかやるともうね難しい、91とか92に比べるとね本当に簡単なんですけどね。GO! え、でもビッグモーターがスポンサーついたんですよね。コンピューターのリタイアがあんまり、まああることはありますけどね、他の作品に比べると、まあコースが簡単だからっていうのもあるのかな。私もリタイアそんなないですからね、このね、自分もね。何回ですか？ 2回か3回ぐらい。7年でそんな数えるぐらいしかないですからね。まあ91以降はね、本当リタイアの危険性がありますけども、どこでも。ジュニアが組むキャラクター務めるラッツモーターも不正疑惑で終わる。いやいやラッツモーターもうビッグモーターやめよう、もうラッツモーターになぞって。森さんが一番さん、おはようございます。
ね。遠藤さんの息子は F1 サーカスがね、あれだったんですよね。苦手だったんですよね。はい。てか、でも、ファミリーサーキットの方が発売早いんだっけ早いような気がするから。いい、遠藤さんの息子も当たり判定があった方が面白いなとか言ってたんですよね。ラッツモーターもね、すごい、親切丁寧ですからね。保険使いませんから、ラッツモーターね。あとから遠藤さんの息子さんも、ああ、当たり判定あった方が面白いなとか言ってた。機能性もね、可能性もありますね。さあ、キャージュニア、タコス、タコス、アミーゴ、アミーゴ、サンチュス、パンチュス。さあ、メキシコ語での大声援。サンチョス、パンチョス、アミーゴ、タコス。ソンポラックスからは何人出向しているんですか。さあ、もうソンポとグルではありません。もうラッツモーターはね、本当保険金請求しませんからね。保険金請求しないから保険会社にもね大好評だね。保険金を抑えられていいわとね。お客さんもね、保険の請求しないからもう等級が上がらなくていいわってね、うん、あ、等級下がらなくていいわってね。あ、いいわいいわで。もうラッツモーターだったらもうすぐに、あ、これもう保険金使わないでいいでしょね。保険金使ったら等級下がっちゃいますからね。保険料高くなりますが、これは保険なしでいきましょうみたいな感じでね、もういきますから。保険使わない方がいいですよ。これラツモーターに、ラツモーターでお金やりましょうってね。ラツモーターが部品代安く、提供しますよと。ラツモーターで助かったわーみたいなね。そんな感じですか、ラツモーターは。ああ、これなら大丈夫ですよ。修理しなくていい。これぐらいのへこみはね、修理いりませんよ。ね、修理代浮かしましょう。ラッツモーター。ちょっとこれ、へこんだんですけど、ああ、これ大丈夫。目立ちませんね。これは修理しなくていいですね。はい。ラッツモーターも証拠隠滅のために、ああ、これどうですかね。車検通りますが、ああ、これ通りますね。はい。大丈夫です。壊れてから直しましょう。ね、もうそんな感じですから、ラッツモーターは。単に保険を見ないだけなのでは。1、2、3、4、5、ジュニア。オッケー、本当にもうラッツモーターは、もう、みんな、消費者の味方って言われてますからね。とにかく安くね。安く。とにかく、あ、ラッツモーター、車検安いわ、みたいな。損保ジャパン、オンポジャパンにしたら笑いが。ラツモ特製の除草剤で向こう100年白先も生えなくしたんですよね。ラツモーターもそもそも草を植えてないところに土地も店舗持ってますから。ペンペンでさすら生えない。ね、ラツモーターみんな増加で緑をやってますから。ラツモーターの手段だから証拠は残らなくていいですよね。車古いともう直す気力なくなりやすよね。そういうのはどうしてたんだろう。それは買い替えを進めたんじゃないですか、それは。これはもうダメ。これは古いから、ビッグモーターで買い替えましょうとか言ってからね。中古でいいのありますよ。全く同じだけどいいのがあってね。そのたびに、こいつはもうこれはダメだなと。ね、これ、叩いたら逆に壊れてしまうで。いうやつは、逆に買い替えを進めてたんでしょうね。さあ行きましょう。Hey, Junior, interview okay? Oh, yeah. Oh, Waika, you eat Lux Tacos? Oh, pore pore? Do you eat Lux Tacos? Oh, okay. Of course. I eat Lux Tacos. Okay. Oh, sorry. Oh, no. Oh, no tacos? No point, no tacos. No point. Do you eat tacos, like tacos, okay? Only? Oh, okay. Interview, the end, okay.はい、インタビュー終わりました。その前のね、私としては、ノーポイントのレースのことをね、ちょっとね、なんでノーポイントだったのかっていうのをね、キャナダで聞きたかったんですけども、
ジュニアがしつこくね、ラクスタコス食べたのかと聞くんでね、もちろん食べたよと言ってるのにね、食べてないんだろうと。ノーポイントのことを聞きたかったら、ラクスタコスを食べるか食べないかだ。今すぐここで食べるか食べないか、どっち、それだけだと聞いたんでね、もうインタビュー打ち切りました。はい。総理、ノータコスノーアンサーでした。さあ、180個目さん、いらっしゃい。さあ、行きましょう。メキシコグランプリ、ジュニアの母国、ラクスタコスの母国で、勝利をつかむことができるのか。 AIL とか言うタコスは大 AIL って何だろうね。さあ今レッドからプレーシグナルゴー。 OK、 いい立ち上がり、いい立ち上がり。フェラーリの前にかぶせていく。あーちょっと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 、うわー何やってんだ、おら何やってんだという。うわーもうレッド、いきなりウイングレッド。うわいや、これ上のマクラーレンも折れてますね、ウイングね。ウイングがちょっと、これはどっちでしょうかね、ベルガーでしょうか。お互いウイング壊れてる、これはけど振ってますね、ちょっと安定しませんね。安定していないぞ、これはマクラーレン。どっちでしょうか、セナでしょうか、ベルガーでしょうか。どちらもポイントランキング上位ですが、ちょっとスリップスリム入りたいところだから、なかなか入れない。ケツを振ってスリップストリームに入りたいのか。これで赤旗出ないとか無能すぎる。さあピットだ、ピットピット。さあ両方3人ともピットですかね。ピット入った、あーちょっとおいピットがタイヤ対応してないの。ノータイヤだ、ノータイヤだからな。今対応したことになっていいのか、大丈夫か、大丈夫か。マクセルだったんだからね、タイヤ変えてないよ。あータイヤ変えてる、タイヤがいらないっつの、一周目でいらないっつのか。やっぱわらくっそ、いやピット入れたかい。もうみんな特訓出てるじゃない、もう最悪だい。さあうわもうトップが来てる、もう一周差で切られてる。高速サーキットメキシコシティ、もうジュニア周回遅れになってしまうのか。後ろに誰が切るのか。いやー最悪、一周目から大ハプニング。これは大ピンチですね、ジュニア。あーフェラーリ急ブレーキかけてきた、最悪だ。もう十分踏んだり蹴ったり。さあ後ろからベデトンがやってきた、チームメイトがね、いけですかね。いやー今日フェラーリ呪われてる。これはジュニア、もうジュニア絶対絶命で27歳を得る。はい、ありがとうございます。ジュニアの勝利見れないの今週。35歳の男性、おいどうしたんだよジュニア。17歳の男子高校生、48歳の女性の方、今日ジュニア勝ってないわよ。これは連続ノーポイントはいけない。さあ13番手残り4周、ノーキックバック。後ろドア下がった、もう周回先頭集団は、おっといきなり降りてきた、なんだなんだ、おいちょっともう何やってんだよ。あウイングレッド、またウイングレッド、おらおらすごい。うわあでもなんかスリップストリームのたあれだけど、いやもういいや、このまま走ろう。12番手残り3周、くそくそという声、今のクソ何だったんでしょう。じゃあちょっと分かりませんね、今ねチームメイトがトップだったんで頑張れっていう意味でしょうね。メキシコ語で頑張れっていうのはクソっていうんでしょう、おそらく。あっと今のフェラーリ、ちょっと今日はフェラーリとね、本当に、ああ後ろからめちゃくちゃだよ、先頭集団が、ああもううわもうフェラーリもボロボロ、めちゃくちゃだ、うわうわマクラーレン来た、あでもスピードアップ、これは変えた方がいいのでは。一方のアンチスでは大盛り上がりの模様、あと2周ですからもうね。
仲良しくんだ。ああ、スリップスリーム抜けられた。さあ、ウィリアムズが1位ですね。ウィリアムズ1位。さあ、マクラーレン、ウィリアムズ。お、やった、なんかトップの ゴーストのスリップスリーム入ってスピード上がった。ロータスが6位に入賞しています。ゴーストにあれなんだ。いやー、まずもう一度あります。あ、もう一度ない、もう打ち切りだ。いやー、2戦連続のポイント、よくぞ最後まで走り抜いた。残念だったが次のグランプリは頑張ってくれ。しかし相変わらずジュニアトップ、セナが6ポイント差に追い上げてきた。まあこれはジュニアひょっとしてハンデをつけてるのか。あんまり独走だとつまらないということで、ポイントランキングをこれ面白くしたのか、ジュニアのこれはひょっとして演出なのか。そんなことがジュニアできるのか。できますね、ジュニアならね。さあ、ポール・リカール、ディスタンス 3.813km、ラップ8、ウェザーファイン。いや、これはジュニアの、これは演出でしょうね、おそらくね。2戦連続ジュニアがノーポイントで今までありましたっけ？ないですよね。ということは、これは演出なのか。2戦連続ノーポイントがあるわけない。これはジュニアの演出では。ということは、ここら辺で、おそらくジュニアトップを、もちろんトップ立つでしょうね、ここでね。ここでトップ立つでしょう、またしてもね。ちょっとまた差を広げると思います。フランス・ポール・リカール。ジュニアはもうね、自分にはあのフランスの血が流れているとこ、言ってはばかりませんからね。第二の母国と言ってもはばからない。まあ、まだ6ポイント差がありますからね。はい。まあ、ここでしっかりと、勝てる自信があるからこそ、そこまでジュニアね、不機嫌ではないんでしょう。まだジュニアに追い詰められているという感じは全くないですね、まだね。まだ前半戦、まだね、あとあと。これ右2回目だね。まだまだ前半戦なんでね、まだジュニア余裕があるといった感じでしょうかね。ジュニアの表情には余裕が感じられます。いやー、ポンジュール、ポンジュール。さあ、ポンジュールとフランス人女性の黄色い声援が届いております。アンチスレでは3戦連続ノーポイント期待と、アイカちゃんしっかり煽ってとの書き込みが、わら、飛び石優勝もできなくなりましたね。これはそうですね、飛び石優勝はないですけどもね、距離を稼いだんですかね、ということはね。飛び石はポンポンポンとね、一マス飛びですけど、ジュニアはもう階段を二段飛ばしみたいな感じで、二段抜き、二段飛び石にチャレンジするのかもしれませんね。二段飛び石、2000ノーポイント優勝、2000ノーポイント優勝みたいな感じで、これが二段飛び石ですね。ただ二段飛び石になると追いつかれる可能性が高いですからね。これは、おっとっと、右2回目、じゃあ1、2、これ忘れないよね。1、2、2回目きついからね。1、2、OK、すぐその後3は左だから。そこだけですね、ここはね。そこを間違えたら、ここはぶつかってしまいます。ちょっと外出たらありえないほど暑い。すぐ引き返してきました。いや、もう、5時から草取ってたけど、8時にはもうめちゃくちゃ暑かった。ゴーゴー、2で3、 OK。 この時間に農作業してる人たち多数、竹市場で沈む飛び石のやつありましたね、ありましたね、竹市場で、あれなんだっけ、ジブラルタル海峡でね、なんかありましたね。もう8人もう汗ダクダクでしたよ、もうやめよって。竜神池、あ、竜神池か、竜神池ですね、竜神池。ジブラルタルはあのバレーボールぶつけられるやつだね。
ベルギー、え、ベルギーそんな寒いの？イエス。除草でもう、あの、環境に悪いやつじゃない。環境に悪いやつはちょっと、使えないからな。9体。ベルギーはすごい寒いですね。ベルギー寒いんだ。ブリグロスクスおすすめ。ブリグロスクス。もしもし警察ですか？朝の維持から草むしりしている怪しい人がいます。ゴーゴーゴー。ゴー！キャー！ボンジュール！ボンジュール！ボンジュール！え？ジュニアが除草剤で逮捕？除草剤逮捕じゃない。2回。オッケー。なんか畑に撒いてもいいやつもあるらしいですね。高いらしいけど。あ、そうそう、高いんですよね。そうそう、それを買おうとしたら高えと思って、もう高いの買わないと効かないからね。よし、ボトムでピーター入るとこだった。さあ、タックラップ12,3 と、オッケー。しっかりと覚えてますね。あれを忘れないようにね、したいところ。あとはもうここはね、フルアクセルで。組織ではザクサ、クサクリーンも取り扱っております。ザクサ、うちはカラスだけだからあんま考えてないですが、作物とか花やってる人は難しいところですね。そうなんですよね。おかんがな、植えてるからね、なんかね、いろいろ。イエス。オッケー。なんか雲で見たことあるな、ザクサ。ザクサ、ザクサ生命ですとか、生命保険だ。それからそうもんなら大喧嘩ですね。そうなんですよ、大喧嘩ですよ。これは早いですよ。組織では毒薬、劇薬、白い粉、鳥と牛のうちを販売しております。37秒、1、3か。1,2,3,4,5 ジュニア。さあ、トップはベルガー、セナ、そしてビケ、ジュニアのベネトン勢が続いています。肌かきの猛毒除草剤だな猛毒除草剤は使いません。脱印はもう安全性が高い。セッティングテッタラッテン。ヘイジュニア、インタビューオッケー。ノーポイントノーポイントノーポイント You are no points No interview OK。 はい、インタビューが終わりましたみたいですね。わらわら、裸因子の除草剤の成分は主にフグの毒。夏けはフグの、代々フグ。天然由来の猛毒、殴られそうしまいに、わらわら。さあ、フランスクラブリッカー。いい位置ですよ、ジュニア。おっと、いきなりなんかトップ集団が。多分庭の雑草で悩んでる人は。トップ集団。重いから数年から機能があれば待つと思いますよ。トップ集団。わいかちゃん、こないだいきなり下バレてたか、わら。激推というか、もうレッドフラッグ上がってもいいくらいの大事故でしたけども、ジュニア余裕のトップ。何がありましたか、ワイカちゃん。まあ、ぶつかったんじゃないですか。え、どうやってぶつかったんですか。それは誰かがぶつかったんですよね。いや、詳しく、ここ終われ詳しいことは、まあ、ぶつかったってことですね。誰が原因ですか。いい、まあ、そんな詳しいこと聞かないでください。はい、ありがとうございました。おっと、またフェラーリ。こら、あー、もう、うわー、フェラーリが今日はフェラーリのやつ。そう、マンちゃんを笑い、マンちゃんプロストが笑うのか。踏んだり蹴ったり。しかし、まだ順位的にはいい。まだポイントだ、ま、ポイント残ってる。そう、風広敷地甲子園県予選決勝が12時半からの開始に暑いから見直すべきだと発言。うん、だったらそうでしょうね。昼前やるの暑いよね。涼しい時にやればいいのね、本当にね。見直してもらって。ねね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 
見る方が大変だよね、見て。無理やり応援に連れて行かれるね、生徒さんとかもいるからね。ああいうのは本当に困るんだよね。やりたい人、やれる人はでもね、もう自分でやってんだらいいけど。見る人、応援する人も大変だからね、本当にね。10時くらいにやってましたね、感想は、うん、それはいいですよね、やっぱ10時の、まあ今暑いですけどね、午前8時とかでもいいかもしれない。10時でも暑い、ね、高校野球ってあのプロと違って早いですからね、割とね、キビキビしてね、移動とかも早いから。さあ、タイヤが無理やり応援させて別の部活の試合行かせないとかいうのはあまりにどうかと思う。うん、そうだよね、それが危ない。 OK、試合時間を決めた役員にジャイアンツツインズかけましょう。日中のデーゲームになりますからね。決める役員は 見ないからね、試合を。プロでもデーゲームやんないもんね、この時期はね、本当に。まあ2軍はやるけど。タイヤがちょっといってますね。まずただ4周黄色で持ちましたからね、前実験しましたからね、ジュニアね。4周は持つということで。ただ他のそこのレースとカナダかな、カナダ持ちましたけど、カナダとまたフランス距離が違いますからね、どうでしょうね。ジュニア勝負に出ている。残り3周追いつかんね、しかしこんなに飛ばしているのに。ノーブレーキ、アクセルオフ、ほぼアクセルオフ なしなのに。タイヤ耐えてくれ。サッカーも夏場は夜の試合が多い。そうですよね。ちょっとはみ出た、はみ出たらちょっといか。残り2周。周回遅れさんお願いします。おはようございます。 F1 グランプリ in フランス。追いつかんね。さあ、ファイナルアップ。オッケー、ようやくマクレン抜いた。オッケー、何かが起きないとね、動かないからね。何かが起きてからですよ、みんな。ゴテゴテ、わあ、うそー、ちょっと、マックスピード負けてるからちょっとかまこられるぜ。うわー、フェラーリワンツー、あー、もう踏んだり蹴ったりだよ。うわー、ちょっとこのマックスピードじゃ勝てない。ちょっとエイジパワーもっとアップしてくれと、ジュニアを注文して。あーっと、タイヤが、タイヤがいかれた。もういかれてもなんとか、しばらく5位。はい、ルトさんおはようございます。マンちゃんプロスト、あ、中島さん表彰台、中島さん、中島さん、おう、ポイントをゲッツ、コングラチュレーション。中島さんのポイントをジュニアが手を叩いて喜んでいます。中島さん、おめでとう。さあ、5位に入賞でマンちゃんとジュニア並んだ。今シーズンはフェラーリとの争いになるのか。さあ、マンちゃんプロストのフェラーリの包囲網、ここまでね、6年間はマクラーレンとの争いでしたけども、今年はフェラーリ勢だ。さあ、ラウンドナンバー8、前半戦最終コース、シルバーストーン、ディスタンス 4.778km、 ラップ7、ウェザーファイン。ゴーゴーゴー、ワンダさんあれです。ゴーゴーゴー。K
キャー、ジュニア、シルバースターン。左寄りから。ゲイ。まあ、ただここも高速サーキットですからね。またさっきみたいに最高速負けて抜かれてしまう可能性がある。まあ、ユニアさん、ジュニア選手巻き返しを図ったフランスではありましたが、アクシデントなどで痛恨の結果になってしまいましたね。ちょっとね、スピードが物足りないと言ってましたね、ジュニアね。もうちょっとスピード上げてくれないと、勝てるレースが勝てないぞと。まあ、初代はなんか、ブロックしてもそのまま突っ込んできますね、躊躇なくね。スペシャルあたりとかは緩めますけどね、ブロックされたらね。コスワース、うちはちゃんと開発してるよ。ここはちょっとワコツ。はい、いらっしゃい。 F1 グランプリ in シルバーストーン。ゴー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 。クリア通れ。ジュニアのエンジンはエース2人の使い回しだから仕方ない。ゴー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 ノーノー、使い回ししないでちょうだい。ゴー。落石注意さん、おはようございます。さあ前半戦折り返し、ここは大事ですね、本当にね。追いつかれてしまったんでポイント、ここは絶対に取っておきたい。できればマンちゃんには勝っておきたいですね。ゴーゴーゴー。じゃあジュニア、フィッシュ&チップス、フィッシュ&チップス。さあラックス&チップス。あ、ここ最初左だ、忘れてる。最初左寄り、ジュニア最初レフトね。キープレフト、キープレフト。ゴー。さあこの直線が長い、ほぼ直線、ずっと直線だ。直線が長い。ようやくレフトコーナー、ライトコーナー、そしてゴール。ほぼ直線でしたね。最初左寄り。あ、まず右コーナーで左寄り。オッケー。ラックス上げたのは食べたくないです。オッケー。ラックスアンチップス。もう、あの、まあ、ラックスジュニア印のね、フィッシュ&チップスが出てますね。高速サーキットだった頃のシルバーストーン。これは本当に、高速だけですね。ほぼ直線じゃないですかこれね、ほとんど。これはエンジンパワーのないところはちょっと厳しい。36秒。あ、ちょっとジュニアどうしたんでしょう。今よそ見しましたね、今ね。何がジュニアを予想したんでしょう。ちょっと分かりませんけども、何がちらっと綺麗な女性でも映ってたんですかね。36秒。ワン、ツー、スリー、フォージュニア。さあまた、まあ、今シーズン本当フェラーリ好調ですね。おっと、中島さん、鈴木さん、日本人ドライバー2人がしんがりとブービーを務めます。セッティング、セッティング。ヘイジュニア、ノーインタビュー、オッケー。ただジュニアね、私のインタビューがおざなりになってから調子を落としてますからね。私のインタビューが幸運の女神ということを気づいてくれるんじゃないでしょうか、いつかはね。
わらわら。さあ、マクラーレン追っていく。追っかけている。さあ、後ろが来る。後ろ来る。さあ、この。オッケー、オッケー。あれだけ煽っておいて何言ってんだ、わら。私の煽りインタビューのおかげではないかとね、勝ってたのは。あーっと、何やってんだよセナ、何やってんだよセナという、おーっと事故に巻き込まれた、なんだもうめちゃくちゃ、もううわーや、もうなんてこった、ウィング折れた、さあ急いでウィングをつけて、オッケー、10番で残り60。いや、まだノーポイントになってしまうのか。なんでいつも笑う。おい、ガツンとみかんならぬガツンと衝突。これはちょっと、まあまあウィング交換に終わりました。あーそう、フェラーリ今どっちだ、プロスレースかマンちゃんですか、どっちでしょうね。今週も試合なかったことになってマンちゃんだと嬉しいですけどもね。なんでこうなるの、やった、なんでこうなるの。あ、あ、キンちゃんですか。そう、萩本キンチことキンちゃんです。なんでこうなるの、ジュニア悪いことしてないよ。はい、ありがとうございました、萩本さんでした。さあ残り90、早くファックス読んで、ニュースなさよる。はい、え、53歳男性の方、早く頑張って、はい、ありがとうございます。72歳の、男性の方、ジュニアノーポイント厳しいの。22歳の男性の方、そろそろポイント取らないと危ないじゃないか、ジュニア、はい、ありがとうございます。オッケー、さあ敵から敵へと抜いて、オッケー、さあ上に見えてきた、ん、なんだタイヤが、誰か、オッケーオッケーオッケー、あーはは、もうー5位まで来た、5位まで来てる、残り4周、まあこのままで行くのか、オッケー、4番手、ちょっと、あ、落ち着きがないジュニア、まあ、しょうがないですね。さあ表彰台があと1台、さあ気をつけ、オッケーオッケーオッケー、ビラピット、ピットピットピットの間に、ピットの間に、オッケー、オーケー、今周回遅れかな、オーケー、さあ後ろと8秒差、ピットが10秒かかりますからね、無線うちも入るぞ、10秒以上かかるからここは入らない、オーケー、オーケー、さあ残り2周、ノー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 、残り2周、あと1台、トップは誰だ、トップ誰ですか、誰かです、はい、ありがとうございました。トップもうすぐよ、頑張って、41歳の男性の方、はい、ありがとうございます。トップはもうすぐじゃ、見えるぞ、68歳男性の方、ワイカちゃんレポート拒否、わら、マンちゃんに負けるな、21歳のマンちゃんファン、ありがとうございます。さあファイナルアップ、ワイカちゃんトップとの差は、トップとの差はね、何秒でしょうね、はい、わかりません、わかりません、マンちゃん地元で本領発揮、さあマンちゃんなのか、トップは地元の大声援を受けてマンちゃんが行くのか、周回遅れが来た、先に周回遅れやめろ、 OKオッケー、周回遅れ2台、トップはまだか、周回遅れさんお願いします、まだ周回遅れしちゃって、あー今マンちゃんウィリアムだった、マンちゃんじゃなかった、ウィリアムだった、パトレーゼか、それとブーゼンか、わらわら、オッケー、オッケー、マンちゃんではないパトレーゼだった、さあ、マンちゃんは、マンちゃんは、マンちゃん屈辱のノーポイント、2位のマンちゃん、これは痛い、地元で、地元強い、得意のシルバーストーンでノーポイント、これは痛い。
コングラチュレーション。いやー、今週ようやくポイント。ジュニアマンチャを突き放した。6点差。さあ、しかしキュッと縮まってきましたね。パトレーゼ、プロスト、セナまで20ポイント台。さあ、ベルガム18点。中島さん、今週の5ポイントゲッツ。これは痛いですね。さあ、6点差に広がった。今週しかしアクシデント続きだからな。ちょっとウエストジャマに、あっと曇ってる。ラップ6、ホケンハイム。大混戦ですね。今年もやはりね、最初はジュニア独走かと思われましたけれども、ジュニアの演出なのかね、また詰まってきました。まあ毎年接戦になりますね。初代は独走がないですね。だからね、50%。 まず確実に雨が途中で降ります。あ、降りますか。はい、まあ3周目あたりで降るんじゃないですかね。そこまで持つかどうかっていうところでしょう。2周目3周目あたりで雨が降ります。あ、そうです、そこまで行きますか。はい、今雨雲がね、もうホッケンハイム上空にかかってますから、もう、あ、いや、予選中に降りますか。予選中には降りませんね。あ、確実ですか。はい、予選中には降りません。本戦始まってから2、3周目で降りますかね。本当ですか。あ、本当です。もうこれは絶対ですよ。言い切りますか。はい、私の、予報指定名を書きましょう。すごいですね。 2周目か3周目ってことですか。絶対です。2周目、3周目、4周目といったところでしょうか。4周目をいきますか。まあ、2から4の間で、この辺りで絶対に振ります。5周目にかかる可能性は。5周目はないです。もう5周目は振ってますね。はい、早めのピット交換ね、ピット交換じゃない、タイヤ交換が肝ですね。あっとっと、どういった。あっとっと、外れたらもう予報しないんですか。もう私の予報はないと思っていいでしょう。さあ、フリー走行続きます。もちろん、オフコース。さあ、もう雨が降ると断言されました。各チームこの天気予報を聞いてどう対策を立てるのか。あと、マルボーロ。オッケー、ラストワン。ゴーゴー、ライトライトライトレフトライトライトレフトライトライトレッドコーナー、すぐレフト、すぐライト、オッケー、オッケー。さあ、セッティング、球体プラクティス、ゴーゴーゴー、レッツゴーゴーゴー、ジュニア、キャージュニア。エンジンパワーの差が物を言うサーキットですから、ベネトンは不利ですね。うん、そうですね。ちょっと今日はそんな展開がね、多いですね。後ろがそれでぶつけられるというかね、ジュニアブロックに行ってぶつけられるとかね、ブロックしきれてない。そして、次から次へとね、後続に巻き込まれて、順位を落とすというね、もうそんな展開が結構続いてますから、ホッケンハイムはもう安全にいてほしいですよね。さあ、タクラップ、ライトライト、すぐにレフトが来る、オッケー、またライトが来る、はい、ライト2回、レフト、す
にライト、オッケー、オッケー、ライト、レッドコーナー、レフト、そしてライト、オッケー、お、完璧だぜ。いか、さて7秒14、37秒切ることができるか。レッドコーナーでもアクセルをオフにしなくてもアクセル全開でいけそうなレッドコーナーですからね。ここはアクセル全開でいってほしい。いいですね。さあこの後レッドコーナー、ここを OK、 OK、 全開できましたね。アクセル全開で36秒、しかし36秒台ではいけなかった。さあ1234ジュニア、さあ森の悪魔が潜んでいると言われるホッケンハイム。 Hey ジュニア、インタビュー OK、 OK、 おっとインタビュー許可取れました。ジュニアポイントを取ったことで私の偉大さが分かったのか。 Hey ジュニア、インタビュー OK、 マイインタビュー OK、 マイインタビュー、おいおい、ヘイジュニア、ホケンハイムデビル、おタスク、ホケンハイムデビルドタスク、むく、オッケー、おむく、おむけてる、オッケー、ホケー、オッケー、ホケー、オッケー、ノー、あー、それこれ、ホケンハイム is angel、アンジェル is、デビル is you、デビル is you、you、you デビルドインタビュアー、オッケー、you are デビルインタビュアー。you are a devil. My race is angel. As for Hockenheim, angel, bro. Okay. Pole, pole. Thank you. はい。Hockenheim に悪魔が住んでるけどね。悪魔に木は向かれないのかと聞いたところですね。Hockenheim には天使が住んでるんだと。僕にとってはね、天使なんだと。ということですね。それよりも、お前が悪魔だと。お前は悪魔のインタビュアーだと。お前こそ悪魔なんじゃないのかと言われましたね。ちょっとね、私のことを気に入ってくれてるのかと思ったら、気に入ってないということでしょうかね。はい、あ、向くを、ドイツ語で言うと、ホーケーですね。あ、向く、ね、牙を向く、デビルのタスクが、向くということでね、ホーケー。ホーケーは皮かぶってますが、それを向くという、ホーケーの手術するということで、ホーケーですね。わらわら、おっと、危ない危ない、9体のままだと危ない危ない、シーソートに変えて、さあしっかりと OK、 さあホッケンハイム向けてないですよね、わらわら、大きいは向けてないですよね、今から向かないといけないんですけどもね。さあ行きましょう、レッツゴーホッケンハイム。さあすぐマクラーレの後ろにつけて、さあドイツ語ではないと思いますけどね。おいおいおいという声、おいという声、おいという声、これはパトレーゼのおいという声でしょうかね。パトレーゼおい、あーと、セナが、セナが吹っ飛んだ、セナにハプニング、セナかベルガーか、どっちかに、どっちかにハプニングですね。とにかくどちらかにハプニング、 OK、 さあ落としたところを一気に抜いた。さあトップか、トップトップ、 OK、 ジュニアがやはりホッケンハイムの悪魔ではなく天使が微笑むのか、おっと天使の前に天使になるのかベルガーかマクラーレンか、おいこらおいこらーどうこらーって、悪魔が牙を向いた、悪魔がマクラーレンに牙を向いた、悪魔が牙を向いたのマクラーレンだ、悪魔が牙を向いたのマクラーレン、悪魔に見入られたマクラーレンなのか、悪魔に今日はマクラーレンが牙を向いたのか、2位なさよる、牙を向くのはあなたね、はい、ありがとうございます。35歳の男性方、ジュニアは牙を向いたぞ、はい、あれです。40歳の、男性方、これがジュニアだ、はい、あれです。15歳の、少年、やっぱりジュニアの牙がないとね、はい、ありがとうございます。さあ後ろはもう大接戦、大接戦、さあ後ろはコンマ差もう1秒ない、さあもう後ろすぐ後ろにつまんどってる、スリップストリームかかっているのか、いやいや、ノーノーノーデビル、ノーデビル、ジュニアは夜も牙を向いてくるのよ。さあ牙を向くのか、牙を向くのか、後ろにもすぐにいる、そこにすぐ悪魔がいる、 OK、 あー見えてきた、ワイカちゃんの、ワイカちゃんって誰だっけ誰だっけ予想だもん通りだ、
さあここで予想がぴったり当たっている。すごい。3周目でしたゲイは。吉住さんの予想通りでしたね。3周目に。いやーこれはドヤ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 顔の吉住、クソ悔しい。本当に当たるとは。本当ですって。本当に当たった。ただこれあちょっとしかしレインダイヤと言っても滑りますからね。ここはちょっと慎重に行きたい。丁寧に今までのようにアクセルオンじゃ厳しいか。おっと危ない。やっぱり危なかった。晴れてるレースと違ってあそこはちょっともう緩めろよ。レッドコーナー緩めろよ。さあトップに立った。後ろとは1秒差。各社しかしいいところでピット入りましたね。ちょうどね雨が降ってからのピットでしたから、ちょうど雨降ってすぐにピット来ましたからね。天候読んでたかのような感じでした。ゲイ、オッケー。あとは周回ぐらい注意ですよね。危ない危ない。レッドコーナーもうちょっと緩めろ。もうちょっとジュニア緩めろ。ヒヤッとするぞ、ヒヤッとするぞ。さあ残りファイナルラップ。変形ゼア無線タイヤがディップモーターで仕入れた。残りあ後ろと 5秒空いてる。ほぼ5秒空いてる。これはジュニア余裕でしょう。コーナーごとにアクセルオフでもいいぞ。新人丁寧に行こう。丁寧に。ああ収穫くれ収穫くれ。気をつけろ収穫くれ。気をつけろ収穫くれ。見えた。おいこらおいこらという収穫くれの声。おー危ねえ危ねえ。オッケー。おいこら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 という声。おいケツを振るんじゃない。オッケーナンバーワン。ホッケンハイム、やはり天使がいた。ホッケンハイムの天使はジュニアに微笑んで、さあ悪魔に見られたのは、あっとワンちゃんは2ポイントのみ。2位のワンちゃん、そしてマクラーレン勢の姿が見えない。マクラーレン勢の姿は悪魔に見られてしまった。マクラーレンが悪魔に牙を巻かれてしまった。マクラーレンの2人がいませんね。ベルガーとセナの。さあパトレーゼブーテンのウィリアムズコンビが10ポイントゲッツ。プロストのマンチャップ、フェラーリは5ポイント。ピケジュニアのベネトンデーが10ポイントという結果でした。さあまさに天才的な走り。さあジュニアとの差が12ポイント差に広がりました。あ2位がパトレーゼがパトレーゼになりましたね。ウィリアムパトレーゼマンチャンフェラーリということで、さあウィリアムズが、パトレーゼがここに来て2位に来ましたね。さあセナとベルガーは痛いノーポイント。中島さん5ポイント。さあラウンドナンバー10エンハンガロレンク、いい草 M、 OK バックアップ OK。 さあディスタンス 4.013km、 ラップ7、ウェザーファイン、セッティング、シーソフト OK、 フリーラン、Go go go, let go go go, Juni up。 キャージュニア、ハンガリー。さあジュニアハンガリーは得意としてますからね、ハングルリンク。ここで練習といきたい。クネット来て、クネット来て。レッドコーナー。レッドコーナーだ。ああそうだ、レッドコーナーのその後にここ右寄りね。ここは寄るところを間違えなければいいですね。だいたい左右とかのパターンが多いけど、ゴーゴー。まずライトコーナー、レフトコーナー、ライトコーナー、レフトコーナー、あとここ右寄りね、右からだ、右寄り左寄り OK。 レッドあちょっとレッドコーナーちょっと早く曲がりすぎ。レッドコーナーの後右寄りね、
右左右左。オッケー。でここは左。右左右左左ミート。まあユニアさん、ジュニア選手ドイツでは森の悪魔がレース途中で雨を降らしたりしてきましたが、それそうですね。なんか途中で雨が降ると、はいおはようございます。F1 サーカスインハンガリー。雨が降るとジュニア勝率が極端に落ちますけども、今回は、ジュニアのために雨が降ったような感じでね、ちょうど雨が降ってのいいピットインでしたね。ピットタイムが良かったんで最高のレース結果になりましたね。ジュニアとしてはね、天候が味方をしてくれましたね。珍しく、ゴー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 Go! ジュニア、はい、おはようございます。ライト、レフト、ライト、レフト、右より左より、 OK、 ライト、レッドコーナー、右より OK、 左より OK、 左に寄っとく OK、 で右に寄っとく OK、レースコーナー、ちょっと長めのレースコーナー、ライト、ライト長め、オッケー、ラストワン、ライト、はい、レフト、右寄りに寄っとく、はい、ライト。通勤ルートにあるビッグモーターの明かりが昨日の夜確認したら落ちてました。落ちた。おかしいくらい明るいので気になってた。ああ、やっぱりもうちょっとなんか あったんでしょうね。あったっていうか、なんか営業 やめとこうみたいな、自粛みたいなあるのかね。オッケー。まあ真面目にやってた人はちょっとね、本当災難だよね。あれ、受験生がそのまま夜中勉強できるレベルで明るいですか。ワチさんいらっしゃい。これってどうなんて思ってました。あ、そうなんですか。よくね、あの照明落としてますとかでね、やってましたけどね、テレビとかね、なんか節電でのため照明落としても全然大丈夫じゃないかみたいなね。今までが照明多すぎだったんじゃないかって思う。さあ9タイヤ、キュッキュッキュー、十分だよね本当に。ああ立ち入り調査ね、うちの県もなんか立ち入り調査入ってて、うちの近くのビッグモーターは入ってなかったみたい。また後日入るのかな。街路樹があるとこだけだっけ、ひょっとして入ってるの。キャージュニア、ハンガリーよ、ハンガリーレディーよ。あ、ハンガリーレディーですか。はい、どうもハンガリーレディーです。あなた誰の応援ですか。もちろんジュニアよ。ハンガリーでも、女性でも大人気ですか、ジュニアは。もちろんハンガリーの、女性での、で、一番人気の F1 ドライバーはジュニアよ。はい、ありがとうございました。ハンガリーの方でした。てるでーん、てっ。さあ、タクラップ。あなた、言わされてますか。言わされてないわよ。生粋の私、ハンガリー人よ。はい、ありがとうございました。アタックラップ GO ジュニア GO ジュニア GO ジュニアのピットの前だけ街路樹がありませんね。ジュニア GO 取っ払いでギャラもらう姿か。いやいや、ピットの前街路樹動かない。ジュニア GO 36秒だよ、出ない。37秒19 GO ジュニア。ゴー。ジュニア。ゴー。ジュニア。ゴー。ジュニア。ゴー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 。ゴー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 。ゴー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 。ゴーゴーゴー。ゴー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 。オッケー、イジャッジ。さあ、あ、
トロフィー代わりなツボなんですか、ハンガリーは。さあ、安定のセカンドロー。まあ、ドネリーが2位ですね。たまにドネリー早い時ありますね。ドネリーの得意コースとかなんですかね。ドネリーが上位に来る時って。たまになんか予選でえらい早い時あるけど。さあ、セッティング。ドネリーのロータスでフロントローとか。Hey, interview! Okay! You are champion! Okay! Okay, okay. Hey, you are no devil. You are angel. Oh, sorry. But McLaren is a devil's task. You are task, McLaren? No. No touch, McLaren, Senna and Berger. Oh, no touch.Oh, why, devil? Okay. You are devil. You are devil の interviewer. Okay? Okay. Sorry. はい。まあ、ジュニアにね、機嫌取るために、ドイツグランプリ優勝おめでとうと言いました。はい。優勝おめでとうと言ったところですね。そしたら、行ってね、ただマクラーレンに悪魔が襲いかかって、ジュニア、その犯人がジュニアじゃないのかと言ったところですね。違うんだと。俺はマクラーレンと接触があったかいと。ないだろうと。一度もマクラーレンの二人とは接触してないぞと。悪魔はお前だと。なぜか知らないけど、インタビュアーの私が悪魔だと言われました。はい。インタビューでした。ワイカちゃんとバッチリ、わら。さあ、行きましょう。ハンガリー。それインタビューの意味ある？さあ、ブルーシグナル、ゴー！あーと、ゴーじゃない！ちょっと、いきなり、ドネレにぶち当たった！なんということだ、いきなりドネレにぶち当たった、なんというスタート！いきなり大ハプニング、うわー！ちょっと、なぎ倒しながら行くジュニア！今、あー、ぶて、ドネレを今抜いたのか。危ない。さあ、もうウィングが。さあ、ほんとレッドフラッグが出てほしい案件ですね、ほんとにね。いや、いきなりジュニア、むちゃくちゃな感じ。まあ、ここからの追い上げ期待、27歳がいる。はい、あれです。37歳の男性の方も、僕はジュニアが後方から追い上げていくのを見るのが好きです。はい、あれです。私も好きよ、27歳の OL。はい、あれです。35歳の男性の方も、ここからジュニアが優勝するのところを見たいというね、声が多数です。アンチスレではナイスツイートとかいじられていましたが、わら。いやー、いきなりドネリーに、追達です。さあ、チームメイトを抜いて、オッケー！カモンチームメイト！オッケー！チームメイト来いと、行きますね。ピケがついてこい、ついてこいと。オッケー！ポジションチェンジ。さあ、5番手、ポジションチェンジ。オッケー、ポジションチェンジ。ポジションチェンジしましたね。チームオーダーでしょうかね。ちょっとここで、チームでワン、ツー取ろうぜっていう作戦なんでしょうかね。作戦が発動しているのか、いい作戦ですか、これは。ちょっとわかりませんけどもね。まあ、ジュニアが普通は先行かせると思いますけどもね。どうでしょう。オッケー。さあ、フェラーリ。抜いて、今、2位はウィリアムですかね。パトレーゼですからね。パトレーゼを包囲網するのか。パトレーゼ包囲網。オッケー。さあ、周回遅れ注意、周回遅れ注意。周回遅れが山盛りで出てくる。4番手。オッケー。周回遅れに注意。ちょっとジュニア、ウィングはもう傷んでますからね。あ、でもさ、右寄りだった。危ねえ。スピンしたくてよかった。あーっとー、ウィングがー、うわー、これはー、何週だっけ、いつもウィング壊してんね。うわー、ちょっと痛い。これだ、スピード出ない。ウィングだけでいい。タイヤノーチェンジ、ウィングだけ。さあ、ジュニア、タイヤノーチェンジできました。タイヤノーチェンジ、ノーチェンジ。オッケー。あ、タイヤもいけるんだ。ちょっとタイヤいからないって。あ、そうか。あれ、
ピットワークオートにしてたんだっけ。うわー、始まった、ピットワーク。うわー、あーくそー。あー、ちょっといきなり、お前がトロトロ走ってるからだろ、お前がトロトロ走ってるから。もうついでにやっときました。いやー、タイヤ変えときました。そして因縁のおにぎす、笑おにぎす、灰皿の交換を忘れてますね。くっそー、もう周回遅れ。今セナがトップだね。セナかベルガーか分かんないけど、マクラーレンがトップでしょうね。オッケーという、なんていうか、今OK っていうのはちょっと分かりませんね。今誰が OK なんでしょう。今マクラーレンとベルガーの OK っていう声には聞こえなかったように気がしますけどもね。さあどうなるのか。今マクラーレンどうなるな。大丈夫、立ち直ってます。あ、立ち直ってますか。はい、接触があったみたいですけど、今の OK っていうのはジュニアファンなんですかね。ジュニアファンからの OK だったかもしれませんね。エンジン音が空耳したんですよ。まあ、ジュニアにしてはマクラーレン先に行かした方が良かったと思うんですけどね。ポイント的にね。いや、ウィリアムズとあのマンちゃんがあのと、ま、セナの方がマクラーレン勢の方がポイント下なんで、できればマクラーレンがトップ取ってもらった方が良かったと思うんですけどね。ちょっとジュニア誤算じゃないですか。これはジュニアとしてはマクラーレンそのままトップ走ってもらった方が、あー、ペラーになってる。これはジュニアのジュニアマクラーレンをやってきたばっかりに、ちょっとこれはいけませんね。ジュニアちょっとジュニアのやったことが裏面出ましたよ。これはさあ4番手がゴール。これはマクラーレン先に行かした方が良かったですね。しかし 5番手でポイントは取りました。マンちゃん9、ブーテン6、ベルガ4、セナが3、ジュニア2な。お、中島さんまたポイント。中島さんナイスポイント。中島さん喜んでます。中島さん嬉しかっただろうね。ナイスポイント。僕は5位は嬉しくないんだけど、中島さんは6位でも嬉しいよね。中島さん渾身の1ポイント。さあジュニア、マンちゃん6ポイント差。パトレーゼ、プロスト、セナ、ベルガーと続いています。マンセル頑張れ。さあマンちゃんね、いやいや君はやめなのかいと中島さんがちょっと言いましたけど、いや No No No、 あー、いや No Taste OK No Taste No Taste 中島 Down、Me Up No 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 No、 そんなことはないと言ってますね今ね。はい、中島さんムッとしてましたよ。いや中島さん心が広いんで。ランナンバー11、ベルギーがちょっと無理ですね。じゃあここでセーブしましょう。さあもう7年目も後半に突入、残り6戦。あ、もう来週でなんか終わりそうな勢いですね。もうね、11、12、13、14、15、来週で7年目も早くも決着がつくでしょう。はい、ご視聴ありがとうございました。PC 版 F1 サーカス、は毎週土曜日やってます。また来週ベルギーからスパフランコルシャン、おでした。はい、おでした。はい、おつです。キャジュニアまた来週、おつでした。はい、See you next week。おつでした。Don't miss it。はい、おでした。おつでした。はい、おつでした。球場でお会いいたしましょう。